どうも日本一です。おお、乗っ取る気かお前は。もうあのバックのスライスからね、出たくなかったわけですよ。おお、デロデロうるさい。あの伝説のバックハンドスライスね。また当たったやつね。あのまだ見てない皆さんはぜひご覧ください。今日はなんで出てきてくれたんですか？片手バックハンドって僕しか打てないんで。そうですね、はい、日本一さんが両手なんで。そうだです。僕が片手バックハンド語ってもなかなか信憑性ないんでね。タクは片手バックハンドプロなんで。そうなんですよ、京都のフェデラーって言われてる。はい、いきます。じゃあバックハンドの前回と同じような感じのやつですね。まあ、前はスライスやってたんで、今日はスピン、スピンでちょっと解説のをしていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、あ、もうこのチャンネルね、もうものすごい体張ってるんで僕が。え、絶対違う、絶対違う、ぜひ絶対違う、よろしくお願いします。絶対違う、あの皆さん誤解しないでくださいね。体張ってるの僕ですからね。それでは行きましょう。はい、片手バックのスピンですね。3つポイントを、はい、この3つできれば各地域の都道府県のフェデラーに皆さんなれる。皆さんフェデラーになってください。まず1つ目がスライスの時と一緒で左手で引く、右手で引かないようにしよう。で、2つ目が片手なんで腰よりちょっと上、ここまでの高さで打ってください。高いところで打たないね。ここで打ったら終わるんで。片手バックはよりね、力入りにくいからね。そうなんです。ここに来てもこんなに打たない。だからここでしっかり打っていく。で、最後3つ目が結構ね、片手バック苦手な方って一緒、右手しか振らないんですよ。よく見ますね。これね、動画撮ってもらったら分かるんですけど、めっちゃフォームダサいんですよ。ほんまにかっこよくないですね、全然ね。そうなんです。そしてそういう風に打ってる人に限って分かってないですからね。そうなんです。だから重要なのが、右手は前に出すんですけど、左手も同じぐらい後ろにこう引っ張ってあげるんです。おー、翼を広げるごとく。フェデラーもこうやってるんです。確かに綺麗にやってますね。こうやると力が入るので、うん、もうただでさえ逆手なんで、逆手やとね、力入りにくいんでね。そう、だから左手の反動をしっかりこう使ってあげると、まあ、この3つですね、はい、意識して球出しからやっていきましょう。ちゃんと球出してくださいね。はい。めっちゃ言うやん。では球出していきます。はい、それではストレートの方に、打っていきます。はい、では次クロスでラリーの方をしていきたいと思います。はい、皆さん、こんな感じですね。疲れてる、疲れてる。すごいでしょ。まあ皆さん一回マスクしてやってみてください。もうすごいしんどいですから、絶対やらない方がいいんでね、倒れちゃうので。あの特殊な訓練を受けてる方なんで大丈夫なんで、タクは。そうなんです。人一倍体力ないですけど。とりあえずまとめると、はい、左手で引く、
左手で引く。高い打点で取らない。高い打点で取らない。で、右手だけで振らない。右手だけで振らない。左手もしっかり後ろに引いてあげる。はい、この3つをやれば地方のフェデラーになれます。はい、地方のフェデラーになりましょう皆さん。はい、なんであの皆さん頑張ってねやってみてください。はい、じゃあ、今日の罰ゲームなんですけど、よよよよよよい、フェードアウトするな勝手に。もうこれ罰ゲームでしょ。ほぼほぼね、僕が前回やったね、的当てやってもらいましょう。同じ位置でボールなんか5個ぐらい置いてました。いや、置いてないね、的2個やね。前回はね、3球目で当たるというあの悲劇が。あ、2球か。ちょっと今回はさすがに罰ゲームしてもらおうかなと考えてきてるんで、罰ゲームはもう持ってるか持ってないか、ね、めっちゃ言うやん。めっちゃ言う。今日持ってるんで当てますよ。まあ、今日はどうなるか分かんないですからね、皆さんお楽しみに。それではやっていきましょう。それでは、それでは昨の10球チャレンジいってみよう。いや、当たったか当たってないかで言うと当たったよ。当てたら OK ってね、始まる前言ってたじゃないですか。でもやっぱり崩れないと見た目的にね、もう微妙にしか動いてないし。分かった、もう一回やろう。もう一回やろう。もう一回やって当たったら、あ、もう OKOK でいいよ。なんか仕込んでるでしょ。じゃあ、じゃあもう一回行きましょう。はい、僕は横目で見てたんで結構ねピョンって動いてたんですけど、まあ崩れないとね意味ないんでね、もう一回ちょっとやってもらいましょう。いきましょう。マジで当たりました。最初から倒れとけよなお前。このドヤ顔が腹立ちますけど、いやさすがですね、持ってるな地方のフェデラー。ネーミング弱いけど、いやさすが当たりましたね。当たりました。2回目とかもうサウナなんてもうすっごいだいぶ疲れてる。いやね、まあ僕らさんやると感じになる。まあ2回ぐらい余裕で当てれると。この3つを意識すればこういう風になる。ぜひ皆さん、初めに言った3つのポイントを何回も見返して練習に取り組んであげてください。はい、では締めもそのままやっちゃってください。この動画はね、頑張ってるなと思ったらチャンネル登録と、いいねの方よろしくお願いします。ぜひお願いします。頑張ってるんで、赤字でやってますんで。それでは怪我のないテニスライフを。あたした。顔も怪我しますけど。